誰もが一回はつけるだろうスマホホルダーなんですが、沼にはまったことありませんか？私ね、めちゃめちゃ沼に今はまっております。というのも、いくつかもう買い足したんですよ。で、何がいいか何がいいかってめちゃめちゃ悩んだんですけど、まあ、結論から言いますと、こちらのタイプの方がいいなと思いました。その詳細をこれからお伝えしていきます。手始めにですね、スマホホルダーを買ったやつがこれなんですよ。このすんごいコンパクトなサイズで、これね、スマホをこうやって、あ、スマホ落としちゃった。これロック機能、ボタンとかがないんですよ。じゃどうやって入れるんだよ。こうやって入れるんですよ。これだけでしっかりホールドしてくれるっていうので、いやー、めちゃくちゃいいなと思ってたんですよね。で、この取り付けも非常にシンプルでございまして、ここあるじゃないですか。ここをエアコンの吹き出し口に挟むっていう感じなんですよ。あれ？これどうやってやるんだっけ？で、ここにボタンがあって、これをグワーって押してガーンって刺していくだけの簡単なシンプルでございます。なので、ああ、これ最初買った時に、いや、いいんじゃないの？なんて思っていたんですが、よし、取り付けるぞ。どこにつけようかな、悩みますよね。大体セオリーがこの中央の吹き出し口かなってイメージなんですが、 FK7 の場合ってちょっとね、こう斜め上に向いてるんですよね、吹き出し口が。で、さらに中央にやるとこのナビ出っ張ってるんですよ。これがちょっと邪魔しちゃって、中央は難しいのかななんていうふうに思ってしまいました。で、さらに運転席ベースでいいと、あっちの助手席側はもう論外ですよね。ということは、ここの中央か運転席側、どちらか2択になるとは思うんですが、皆さんだったらどっち側につけます？私の場合はですね、ちょっとこうナビとかも見たいなと思っていたので、こっち側かなと思っているんですよね。一回こっちに取り付けてみましょう。そうすると、さっきガーって言ったじゃないですか。その理由が分かります。よいしょ。で、バシッとついたかな。こんな感じで多分つきました。スマホをこうやって置きますと、このようにシンプルにドーンってはまるんですよね。こんな感じか。こんな感じでシンプルにはまります。そして嬉しいのが、ここにこう曲げるところがついてますので、ゆっくりこういうふうに曲げたりとか、することができるんですよね。これがね、なかなかいいなっていう感じでした。で、意外や意外、これだけでもですね、案外ロックとかしてくれるので、ずれるってことはあんまりありませんでしたよ。私の運転目線ってこれぐらいなんですが、自分の目線から見ると、ここの部分あるじゃないですか。ここの視覚、視野が失われちゃってるんですよね。だからどうしても右コーナーとか曲がるときに思いっきりスマホを見ることになりまして、視界が本当にやばい。うわー、これはちょっとまずいなと思ったので、このスマホホルダーはやめました。次に用意したスマホホルダーは、ででん、このタイプでございます。これはウィーンってこうやって閉めるタイプで、後ろにボタンがついていて開閉するような感じでございますね。ここがフックになっておりまして、同じく羽の方に取り付けるタイプでございます。角度調整やら上下の設定ができるので、ああ、これいいじゃんということでね、早速買いました。で、これ1600円ぐらいだったかな。で、さっきのやつが1200円ぐらいで、だいぶお安いんですけども、じゃあ実際につけてみましょう。しかし、このタイプのやつは下から2番目のところにフッキングしていくっていう感じで、ネジ回しみたいな感じで回していくんですよ。そうすると、だいたい皆さんもうお察しなんじゃないですか。どんどん上に向いていきますよね、これね。はい、で、固定ができました。取り付けに関してはもう非常に楽ですね。昔のスマホホルダーとか術ホルダーと比べますと、いや、だいぶね、やりやすくなってよかったなとは思いますよ。よし、いいぞいいぞいいぞっていう感じなんですよ。で、ちょっと自分好みにこう設定していきますと、分かります？もう この時点で結構お察しの方もいらっしゃるとは思いますが、斜めっちゃうんですよ。だから本当に縦方向に置きたい場合の人は、これはもう向いてないんじゃないかなって一目瞭然で分かるとは思うんですよね。ただしかし、これ結構奥行きが出てるじゃないですか。止まってる時にこうやってスマホ操作ですとか、ナビをセットしてしようとする時はね、結構ね、楽でいいんですよ。
斜めもね慣れちゃえばね、おなかなかなんか近代チックで面白いなっていう感じがしてね、良かったんですよね。がしかしもう一点ありました。気になる点が夜間走行でございます。窓ガラスに反射しちゃうんですよ、画面が。そうするとサイドミラーが見づらくなっちゃうっていうか、煩わしい、見えない。いやーそうなると今度は運転に支障をきたすので、これもあかんなっていう感じだったので、残念ながらこのスマホホルダーもボツになりました。いやー沼にはまっちゃったなーつってね、めちゃめちゃ悩み始めましたよ。じゃあもうこっちやめて、いっそのことをこっち側の中央の方につけてみようかなって考えたんですよ。画面進行方向左側の方、こちらの方につけてもいいかなとは思ったんですが、もうすごいでしょ、ここ。これがもう完璧に邪魔しちゃって多分ダメっぽいんですよね。一回つけてみますね、両サイドつけてみますね。はい、ということで取り付けが完了いたしました。左側につけますと、まあ、このようなところにつけまして、遠い、非常に遠いですし、今度はここの高さが出ちゃうので、いや視界がちょっと微妙かなっつってね、沼にはまっちゃうんですよ。でまあ一応ですね、こういうふうに横向きにもできますので、横向きにしますと少しマシにはなるんですが、どうだろうな、これ中にはこれでもいいんじゃないって思う人もいるかもしれませんが、どう思いますか。でじゃあさらにですね、ちょっとこううにょ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 うつって、このアームがですねこう動きますので、運転席側には向いてくれましたが、ナビが画面が邪魔しちゃった、ダメだ。さらにですね、もうお分かりになると思うんですが、ハザードスイッチが非常に押しづらい。いやーこれもダメかな。真横にしたとしてもこんな感じになっちゃうんですよね。完璧にハザードランプが隠れちゃってますよね。このスマホを取り外すときに非常にやりづらい。後ろにボタンがあるんですが、このボタンを押さないとロック解除してくれないんですよね。言ってこれ縦にしなきゃね、普通にスマートでやるんだったらやりづらいかなっていう感じもしますし、いやーでもねちょっとね出し入れがしづらいなっていう感じがしますね。中央の左側はちょっとないかなって思いましたね。めちゃくちゃ沼にはまりましたよ。どうしようかどうしようか、何がいいのかっていうのがね分かんなくなってきました。はい、で右側につけた結果このような形になりました。これはどう思いますか。見栄え的にはああ結構すっぽり入ったなっていう感じはするんですよ。だからいや ありって言えばありなんじゃないですかね。ただ普通に運転していますと、このハンドルがもう邪魔しちゃって、全部ナビを見ることが、ナビというか画面を見ることがちょっとできなさそうかな。体を少しこうやって寄せていかないと全画面は見れないような状況で、さらにですよ、ここのワイパーのボタンっていうかレバーあるじゃないですか、ここがね干渉するんですよ。こんな感じで、しかもこっちのアームとかも全部ですねこれに当たらないように設置してみたところ、これが限界なんですよね。あーこれはダメだな。もうワイパーを動かすときにスマホガンガン当ててしまうので、うわーっていう感じがしますし、それからね、じゃあ横に向けてみたらいいんじゃねえのって思うじゃないですか。これが横向きの画面でございます。見栄えはねなかなかいいとは思うんですよ。でただこうやって見ますとやはり斜めってるんですよ。結構上向きに向いている状況ですので、この状態を維持して見ていかなきゃいけないみたいな感じになるので、いやどうかなっていう感じもするんですよね。あの充電とかする人もいるじゃないですか。っていうか私も充電するんですけど、この状態で配線を伸ばしたらここにビーってなるし、で逆にここから配線がビヨーンって出てちょっと見栄えがいや悪くなっちゃうかなっていう感じもするんですよね。そうなると難しいな。でさらにちょっとこうハザードの方も押しづらい感じもあるので、これはどうかなとは思っちゃいますね。で上に向ければ向けるほどこれが邪魔に、あのなんだろう、押しづらくなってくるっていう感じがします。でアームの方を少し水平の方にして少し高さを上げてみたんですが、あ これだとねなかなかいいんじゃないかなとは思いますよ。この状態で、まあ、確かにあの画面が見切れてしまうところはあるんですが、
非常に設置場所に関しては結構あ いいんじゃないですか。なんかごめんなさい、今初めてしちゃったんですけど、まあ悪くはないとは思いますね。ただやっぱりクズ見切れちゃうんで、ここにナビ表示をしている場合は難しいかな、ちょっとなっていう感じ。まあでもこれでもありだよっていう人はこれでいいのかなとは思いますよ。取り出す時も片手でワンタッチでポコって外したりとかもできそうですね。で横にした場合はまあこんな感じか。一応ですね、上向きは解消されるのでいいんですけど、ナビにも干渉しないからね、なかなかありつって言えばありかもしれないですが、どうだろうな。やっぱりこの配線、充電取るときにビヨーンって配線がどっち向けたとしてもビヨーンって出ちゃうのでね、ちょっと見栄えを気にする人はここは厳しいかな。私もね、ちょっとこれは個人的にはちょっとなって思っちゃいますね。いやー、沼だ。アームを一番上方向に向けてみました。でこうなるとかなり今度上向いちゃって、ここの視界が悪くなっちゃって、いやーって感じしますよね。ちょっとこれは高すぎるだろうっていう感じもするし、横に向けたとしてもこんな感じ、まあ、悪くはないと思いますよ。これでも全然ね、ただ私の場合結構細かいこと気にしちゃうんで、この辺りの視界少しでも遮られちゃうと少し気になっちゃうなってイメージはあるの で、そういう時はどうするかって言ったら、ここにも調整できるところがあるんですよ。これ上下に落ちたりとか上げたりとかすることができますので、これをね少しね、こうやってビヨンってこうやって下げたりとかして、今ねマックスかな、これ、マックス下に下げて、ああ少し下がったなっていう感じもしますので、これは皆さんどう思います？ありの人はありなのかもしれないですね。いやー、まあ私もね、普通に運転してる分にはあいいのかなっていう感じはしますけど、でもなちょっとな、やっぱりここの充電ですね、充電の配線がビヨーンって変なところに出てしまうのも嫌だなっていう感じもしますし、あでも横向きだったらね、画面見るだけでしたら これはありかもしれない。これが私のドライブポジションでございます。まあ、こんな感じになるっていう感じですね。下干渉しちゃいますね。ここに当たったりとかしちゃいますし、こうやってぐるぐる調整してるとやっぱり波が出っ張ってるからガンガン当たるのと、アームを上に向けると今度エアコンの吹き出し口のここにもガンって当たるから、個人的にはないかなって思っちゃいます。いやー、沼にはまるぞ。このスマホホルダーもダメかということでね、これ1ヶ月持ちませんでした。そうなんですよ、1ヶ月ぐらい前に買いまして、結局斜めっちゃったり、あと再度こっち側につけたかったので、つけようとしたら夜間走行中にここに画面が映り込んじゃって、ミラーが見えなくなっちゃう。なんか西日なんですけど、すっごいな、めちゃめちゃ私のイケメンがさらけ出しちゃってますけど、まあいいや、そんなことは。さあ、そしてじゃあどうするかっていうと、今度この斜めっているところを水平にするために改善したいと、その時に見つけたのがこちらのタイプでございます。ここもぐね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 動きます。さらに付け根の部分もこうやってぐね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 動くということで、あ、これだったら水平にできるし、もしかしたらいけるんじゃないっていうのでこれ買いました。これも1600円ぐらいなんですが、果たしてこれをつけてどうなるでしょうか。なんでこんな楽しんでるんだろうな。いや、めちゃめちゃね、沼にはまってね、辛いっちゃ辛いけどね、楽しいっちゃ楽しいんですよね。そうだよね、アバシーズ。しかもね、今回のやつね、このグネグネ回すと これがビヨーンって出てくるんですけど、これダイヤル式みたいな感じでね、非常にねやりやすい、面白い。こいつのいいところがですね、3点式で止めることができるんですよ。でさらにこの棒っていうんですかね、引っ掛けるフックも長いので、今までは下から2番目に設置して安定していたんですが、逆にここにつけるとこの3点がこうぐちゃぐちゃになってダメだったんですよ。で一番安定したのが羽の一番上部分、ここに引っ掛けて固定するとすごい安定します。簡単につけることができるので非常にいいなと思います。もうこれでしっかりがっちり見てください、これホールドしちゃいましたよ。あーすごい、めっ
ちゃ動かない。で下を向けますとか、こういうこともできますね。でしかも独立式になっているからすごくいいな。先ほどのねこのタイプのやつ、このタイプのやつはここのホールドとここのホールド、アームのホールドが一体式になっていたので一回緩めてぐる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 やらなきゃいけなかったんですが、こっちの場合はねあのフックはフックで止められるし、で これあるじゃないですか、 これでアームの調整もできます。あこれはできなかったんだ。こっちのスマホホルダー自体の上下はちょっとできませんでしたね。できなかったけど別にそれはいいかなっていう感じ。こうやってぐる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 こねくり回してればいいし、でしかもねやりやすい、すごいやりやすい。あ これもしかしたら買って正解だったんじゃないかなって思いたい今日この頃でございます。非常にね、ま、回しやすいなっていう感じがします。自分のベスト位置で取り付けが完了できました。やはりね使い勝手がかなりいいですしやりやすいでございます。ただ一つちょっと気になるのがこれなんですよ。わかります？なんかビヨン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 言ってるじゃないですか、まあ、これはもう仕方がないのかなとは思っておりますが、ただねなんかいきなりガーンって下に落ちるですとか何かぶっ壊れてしまうっていうことはなさそうなので多分いけるんじゃないかなとは思います。で運転席のドラポジから見るとまあだいたい引いてみると こんな感じかな。すいません こんな感じで見えると思います。だ多分あの 悪くはないと思いますよ。で自分の目線からですねしっかりと画面も全体見ることができますし、で充電の線もですねビヨーンっつって私に今ここにね充電の配線あるんですけど、ここにこうやってブスってぶっ刺して、こんな感じになるということで、だいぶねまあスマートになったんじゃないかなって勝手ながら思っております。で角度の方もですね結構左っていうか運転席の方に向けまして、真横から見るとこんな感じなんですが、わかりますか？サイドにあるんですよこの開閉ボタンが。これがねいいなと思います。今までは裏側からバシバシやっててやりづらいなとは思っていたんですが、右の左右の方のボタンを押していただきますと簡単にねビヨーンってってロックも解除できますし、で結構大型なスマホも入りそうですね。こんな感じなんですよね。結構すっぽり入ります。私の iPhone は iPhone なんですけど10MAX ってやつで結構でかくて重いやつなんですが、それでもねしっかりとホールドしてくれるそうな気がいたしますよ。あとは気になるのが夜間走行時の映り込みですよね。でごめんなさい、これまだね買って間もないんですよ。本当に買って届いて今つけたっていう感じでございまして、まあ多分映り込みはないとは思いますが、ここがスマホの画面プラスこの奥がミラーに当たるところなんですが、ちょうどミラーの鏡のところに映り込んじゃってるかなっていう感じなので、いやーこれもダメっすねもうなんかこっち側につけるのやめようかなと思っちゃいました。中央の部分に一回取り付けようと思います。ということで設置が完了いたしました。中央の右側の方につけました。ここの3点の方がですねしっかりとエアコンのところにビシッとくっついてくれまして、かなりがっちりつくことができました。で先ほど右側の方につけていた時はこれ結構ねボヨン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 してたんですけど、固定されたことによってねだいぶしっかりカチカチしてるなっていう感じがします。まあまあでもまあ揺れるのは揺れるのでしょうがないかなとは思いますが、とりあえずねこれでもう様子見ようかな。ちょっと嫌なのがここの高さができちゃっているのでこのねダッシュボードの上ですかね、ここの視界が若干ね見づらくなっちゃったかなっていう感じ。かなりね私細かくて申し訳ないんですけど、いや嫌なんですよね。できればね平坦で見たいなとは思っていたんですが、もうこれはしょうがないですね。でそれからナビの方なんですが、まあこっちの方はあまり見ないんでいいんですけども、少しねやっぱりここが邪魔しちゃって全画面が見れないっていうのがデメリットでございます。さらに申しますと、このワイパーの棒あるじゃないですか、これもですねやっぱり結構隙間がギリギリなんですよ。もう本当に微調整してこのような状況なので、まあ個人的にはもう一長一短どうかなとは思うんですが、まあとりあえずこれで一旦様子見でいこうかなと思います。これ以上ねやっぱりスマホホルダーでお金をかけるのはちょっと嫌だなとは思うんですよね。もうなんか3000か4000ぐらいかかっちゃってるので、いやーっていう感じはします。ある意味ねなんかね車庫帳の原水力設定より沼にはまりそうな勢いなんで、一旦ねもうリセットしよう、クリアしよう。
で、私のチャンネルはですね、基本的にこのようなカスタム動画も多々上げておりますので、ぜひぜひご覧ください。そして気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。やべ、なんかうんこしたくなってきた。トイレ行きたくなってきた。